最近僕は虫歯になったので歯医者さんに行きました、うん、歯を治療する前の歯磨きで、うん、とっても綺麗なお姉さんが担当になり、うん、おーラッキーと思って、うん、和みながら磨かれていました、うん、今時の歯医者さんって歯磨いてくれるんですね、うん、そんな歯医者あんの、どこそれどこどこそこってそれは何、うん、歯を磨いてくれることにどこなのか、それとも綺麗なお姉さんが担当している歯医者さん、合わせ技だよ、合わせ技え、それは歯医者風なんとかってついてないの？じゃあ、歯医者さんです。違う店かと。ちゃんとした歯医者さん？ただ、うん、ちょっと歯医者風なって思うことが起こるわけですね。うん、すると頭部に、ブニという感触が。うん、好きですね。それはもしかして？綺麗なお姉さんは気づかず、熱心に僕の歯を磨いていました。うん、このことを教えてあげようかなと思いました。ただこんなナイスな展開だよという状況では欲望に勝てるわけもなく、結局歯磨きが終わるまでこの感触を味わっていることにしましたこんな欲望に忠実な僕をどうか罵ってくださいと、うん、いうことなんですけれども、うん、こんなことってあるんですかね。ただ状況がさ、はあ、うん、ってことは、うん、こういうこと？そう、ちょっとバカみたいな状態だね歯を磨かれーの、二人羽織みたいなことね、当たりーので、おまけにそのナース服だからさ、今福山くんその格好してるから、まあちょっとシャレにならない格好だからね、うん、じゃあ歯医者さん風に罵ってもらいましょうか。どんなの歯医者さん風って、これこのセリフでお願いします。皆さん失笑です、きっと失笑です。大丈夫です。ジュウさんリアクションしていいですよ。これでいいんでしょうか。じゃあしげどうさん、はい、じゃあこれで楽になってください。はい、あーして、もうこんなになっちゃってるじゃない。どうしてこんなになるまで放っておいたの？あなた最低よ。ひゅー、あると思いますよ、これはあるよ。ねーよ、ねーね。あると思いますよ。のとちゃん言っていい？俺も今虫歯あるんだ。よく歯医者さんに行ってください。こんなんでいいのかしら。はい、いや大丈夫ですよ。